眠そうなノラ猫に関する注意書きおしんこしんの滝の猫は、北海道斜利群斜利町のおしんこしんの滝にある売店に住んでいた猫である。名前は、ノラ。北海道のツーリングライダーを中心とする旅行者の間では、非常に有名な存在で、2005年10月に爆笑問題の爆点に登場したことがきっかけで知名度が高まる。 売店の店長によると野良猫ということだが、冬場だけはどこかの家で暮らしており、定期的に健康診断を受けているという情報がある。さらに、売店裏には猫用の小屋が存在するので、厳密には野良猫ではなく、話し飼いをしている飼い猫である。非常におとなしい性格で、観光客が触っても、カメラを近づけても全く動じない。日のほとんどを昼寝に費やしているため、 歩いている姿を見るのはかなり困難である。しかし、爆笑問題の爆点に登場した際には、レーザーラボン HG の音速腰振りに驚いて走って逃げるという姿も見せた。おしんこしんの滝の上流にあるホテル海洋邸をねじろとしていた。当時の名前は赤である。2005年夏頃、ふもとの売店、おしんこしん館に現れ、おしん。 野良の呼び名でそのまま住み着く。2009年、全国区の人気と北海道新聞が報じる。2010年3月19日、英民。AB、メタボネコ、知床なゴムネットで人気、全国区。北海道新聞。オリジナルの2009年10月2日、時点におけるアーカイブ。 h t t p s w e b a r c h i v e o r g w e b 2 0 0 9 2 2 3 5 1 0 6 h t t p w w w h o k k a i d o n p c o j p n e w s d o n a i 1 9 1 4 5 4 h t m l 2 0 1 3年5月28日月欄 ありがとうございます。